ナンバー、愛のデビュー曲ジャケシャ、ダサすぎ、騒動から浮かび上がる、非公式感の真相。こんにちは、エンタメ愛好者の皆さん。今回は、グループナンバー、愛のデビュー曲、ボートのジャケシャデザインにまつわる驚くべき騒動について探求していきましょう。デビュー曲が大きな指示を受ける中、そのジャケシャには思わぬ論議が巻き起こっています。まず、 シングルは3月6日に CD としてリリースされ、デビュー曲、ゴートはすでに YouTube での MV 再生数が3000万を突破し、大きな成功を収めています。しかし、この成功の陰でデザインに関する論争が巻き起こっているのです。デビューシングルには3つの形態があり、初回生産限定版 A、初回生産限定版 B、通常版が存在します。通常版のジャケシャはスタイリッシュで黒を基調としたデザインで、 ナンバー、愛のロゴが刻まれた石柱の前でメンバーがポーズを決めています。一方で、初回生産限定版 A と B のデザインには、ダサすぎるとの批判が相次いでいます。初回生産限定版 A はヤギの首にかけられたネックレスがナンバー、愛のロゴと写真に組み合わさり、初回生産限定版 B はナンバー、愛が牧場にいる様子が描かれています。これに対して、ファンからは辛口な意見が寄せられており、ヤギがどうしてジャケッシャに いや、牧場スタイルで世界取れるわけないだろといった声が上がっています。これには驚きとともに、過去のジャニーズ事務所出身のグループキングプリンスの DVD ジャケットの非公式感を思い起こす声もあります。キンプリ時代のデザインにも似たような意見が寄せられ、ファンたちはその過去の経験を引き合いに出しています。一部の声では、今回のデザインはあえて話題性を狙ったものであり、意図的な 非公式感を演出しているのではないかとの仮説も浮上しています。ナンバー・愛は徹底的な自己プロデュースで知られており、今後の展開でジャケ写に込められた深い意味が語られる可能性も考えられます。ファンの間で様々な議論が交わされている中、この騒動がナンバー・愛のデビューにどのような影響を与えるのか、またこれが彼らのアートワーク戦略の一環であるのか、今後の動向に期待が高まります。 新しい扉が開かれ、ナンバー、愛がどのような音楽とアートを届けてくれるのか、ファンたちは未知の世界にワクワクと期待しています。この非公式感が、彼らの独自性と創造性をさらに引き立て、新たなファンを引き寄せることでしょう。最後に、皆さんに質問です。アーティストのアートワークにおいて、どの程度の非公式感が許容されると思いますかまた、ナンバー、 愛のこの戦略的なアートワークが成功すると考えますかぜひ、あなたの意見をお聞かせください。新しい音楽の旅がこれからも続きます。お楽しみに。